こんばんは、高知熱帯魚サービスの久武です。先ほど質問をいただきました、ベタが泡を吹かないっていう虫虫さんからの質問だったんですけども、ちょうどいい機会なんで、動画にしたいと思います。今水温がやっぱり落ちてますんでね、で皆さんお使いのヒーター、多分26度固定ヒーターっていうのが多いんじゃないかなと思うんです。でこの場合泡を作らないことが多いと思います。で一度ねちょっと水温が落ちてから、例えば30度ぐらいに上がると急に泡吹いたりとかいうこともあります。これはね、例えば温度変化が刺激につながって、まあ、産卵行動を誘発したということもあると思います。でまずオスとメスを一緒にしないと、まあ吹く場合もあるんだけど、基本的に産卵さすときはオスとメスを一緒にします。まあお見合いさせてもいいですよ。 2,3 日お見合いさせてオスが泡吹いてから一緒にするっていうこともいいです。で一番大事なのがその 温度なんですけどね。で結構オートヒーターっていうのはもう26度固定なんで、まあ30度には持っていくことができないと。あとまあ白天病なんかが来た時も温度だけで治る場合もあります。30度ぐらいになると白天虫は活動しなくなるからね。でサーモ付きのヒーターってあるんですよ。これまあ日装さんのやつなんですけど、各社いろんなのが出ています。これだと温度が、まあ、何度かな、ちょっとダイヤルが見にくい、15度から35度までの間でダイヤルで温度を持っていけます。ただしこのダイヤルプラスマイナス 1,2 度っていうのは誤差があるんで、必ず温度計で確認を取ってください。30度にセットしたんだけど31度になる場合もあるし、29度の場合もあるんで、まあ30度に持っていくんだったら、まあ温度計で確認するということが大切になるかと思います。で産卵を目的に、確かな目的を持ってね産卵を刺すんだったらいいんですけど、むやみに産卵刺すっていうのは僕はどうかなって思います。で結構メスボロボロになりますよ。オスがボロボロになることも多いです。結構壮絶なんでね。でオスとメスを一緒にする容器はこれはね、タイではたらい、お風呂のたらいあるじゃないですか、あれで産卵させてるんで、まあ5リットルぐらいあったら産卵は可能かなと。まあその後卵がかやって、自由遊泳するまでに、まあ1週間5日から1週間程度かなの間だけ買うんで、まあ5リッターでもいいですね。構えれる方は45センチとか60センチぐらいの水槽で産卵をさせるといいと思います。なぜなら何回か繰り返すんですけど、いっぺんに300匹400匹の赤ちゃんがかやるんです。でその赤ちゃんをきちっと育てれることができるかどうか、5リットルの水槽ではずっとは飼えないです。とりあえず自由遊泳始めたら大きい水槽あらかじめ用意しておいて移してあげないか、で餌もちゃんとあげないかです。でその世話のできる方は今から説明をしますんで、ぜひ産卵にチャレンジしてみてください。で今言ったように26度固定ヒーターで産卵するのちょっと難しいような気もします。で先ほど言ったその温度変化が産卵行動につながる、あとはねお塩入れることによって産卵行動につながる、これはまあ邪道かもわからんけど、アグデン入れることによって、アグデンっていうのは白天病とかお腐れの予防に使ってるお薬なんですけど、こういうお薬を使うことによって産卵行動を促進して泡をバッと吹くと
いうことはよくあります。あとそのマジックリーフね、これあのマジックリーフの葉っぱなんですけど、これをその浮き巣のオスが泡を吹くんですね。でこういうのを入れとくと、これの裏に泡をいっぱいつけて、卵の泡の保護になるんですけど、と一緒にこのマジックリーフのエキスも産卵行動を促す一つの起爆剤になると言われているんです。だからまあとりあえず水槽45センチ60センチぐらいの水槽、まあうちは30センチの水槽で何回かやっています。でただうちはね、一巻きしたらまあ30匹40匹取れるんで、それでもうメス出します。でそれぐらいでいいっていう方は、まあ一巻き二巻きした時点で取れば、まあ30匹50匹ぐらいの子供なんで、まあ30センチの水槽でも飼育っていうのは可能だと思うんで、可能だと思うんですよ。うちでもやってますから。でもまあ本来はオスとメスを一緒にしたら、できるだけ静かな環境にして、もう4日間は見ない、触らない、これが本来の鉄則なんですよ。だからメスが追いかけ回されてボロボロになってるからかわいそうって途中でやめる方はもう最初からやらない方がいいと思います。結構壮絶なんでね。でまあ最初から買うんだったらこのサーモ付きのヒーター、ヒーターは消耗品なんですけど、サーモはずっと使えますんで、あとはヒーターだけ買い替える、まあ、できたら予備を1本持っとくといいと思いますね。でまずそのオスとメスを60センチの水槽45センチの水槽一緒にしたと。でマジックリーフの葉っぱを入れます。これはねマジックリーフの葉っぱがない方は浮き巣の保護なんでスチロールでもいいですよ。スチロールなんかを入れておいてもいいです。で夜はライトを消しても構いません。でライトなしでも大丈夫です。で3日から4日置くとオスが浮き巣をいっぱい作ってですね、泡をいっぱい作って、でメスもその気になってオスとメスが産卵行動を取り始めます。で通常はそのオスがメスに巻きついて卵パラパラパラっとしたオスとメスで一緒に浮き巣の中に卵を持っていくんですね。ですごく見とって微笑ましい感動的な瞬間なんですけども、でまあ僕はここでもメスを出します。でこれを2日ぐらいかけて何回かオスとメスが産卵行動を取ります。その後は今度はオスがメスを追い払い出します。だから必ずメスはもう外に出してください。別の容器に出して赤虫与えたりとか高栄養価の餌を与えたりしてケアをさせてください。であとはそのオスが落ちた卵を加えてね浮き巣に持って行ったりとかで、2日ぐらい30度ぐらいだったら2日ぐらいで帰ります。まだ卵のあのお腹の大きい卵を持って生まれたばっかりはただ尻尾を振ってるだけなんですけど、この子が下に落ちたりするとまたオスが加えて、浮き巣に持っていきます。これをよくその食べてるんじゃないかと勘違いされる方がいますけども、もう見て見ぬふりで、確かに食べる親もいます。もうでもそれはもう最後の分かんないから10匹ぐらい加えてパッと離しますから、あ食べた食べた食べたって言っててもパッと持っていくことがあるんで、もうだからオスに任せる方が僕はいいと思います。で人工孵化をするっていう方もいらっしゃるんですけども、やはりオスが世話した方が、子供の生存率っていうのは高いと僕は思います。であとはね、その自由遊泳を始めたら、自由遊泳っていうのは子供がまっすぐに泳ぎ始めるんですね。そうしたら最初のうちはこうオスがくわえて巣に戻とうとするんですけど、そのうち食べる子がいるんですよ。
だから出すタイミングっていうのは子供が自由遊泳を始めた時点で出した方がいいと思います。で、自由遊泳を始めて例えば小さい水槽で産卵をさした場合は大きい水槽を構えておいて、子供だけ移す方法もあります。60センチの水槽だったらそのまま行けます。で、マジックリーフはもう入れたままにした方がいいと思います。で、3日ぐらいすると餌を食べ始めますんでね。で、ブラインシュリンプのベビーとか、これ冷凍で餌であります。で、あとまあ日動さんの高タンパク質育成フード、これなんかもよく食べてましたね、うちの子供はね。あとは卵の黄身をあげるっていう方もいらっしゃいます。まあ生まれたばっかしの時にきちっと餌を取れた子っていうのはやっぱり成長がいいと思います。通常は1週間、最初の1週間は水替えをしない方がいいと思います。これ水替えしちゃうとね、どうしても稚魚が落ちることがあります。だからまあ1週間は水替えしない方がいいのかなっていう僕は考えですよ。だから違うっていう方も当然多分100通りみんなが経験された方は産卵こういうふうにやったらいいっていうことが違うと思うんで、まあ僕の言うことも参考程度に聞いていただければいいと思うんですけども、まあ子供がどん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 太っていて餌食べるとねお腹が黄色くなっちゃうんですよ。だから本当に餌を食べる姿も可愛いしね。で、例えばその中で2ヶ月ぐらい飼うとオスメスが少しずつ分かり始めるんですよ。で、通常はここでオスを出してあげるんですよ。で、オスは単独飼いに変わるんですけど、中にはオスメス一緒の方いましたよね。でも小ベタはやっぱりね喧嘩してヒレがちぎれますから、プラガットとかジャイアントは結構最初からずっと一緒だったらいけるような気もしますけども、まあやっぱりね太りの早い子とかが出てきますんで、そういうのが気が荒い子がいたら出してあげるっていうことも大事じゃないかなと思います。ベタの産卵についてお話ししましたけど、抜けてることないかな。まあ今日ムシムシさんから質問いただいたんでちょっと動画にしましたけども、まあ目的を持ってねメスの婚姻をしたいとかいう目的があるんだったら大丈夫です。オスを400匹生まれて半分の200匹がオスだとしたら200本の水槽って構えれますか皆さん。そういうところもあるんで、まあ、ベタの産卵をもうファッションみたいにあんまり考えないでほしいなっていうのはあります。で、本気で産卵をさしたいっていう方は僕も全力でサポートしますんで、ベタの何でも相談室毎日9時から生でやってますんで、そこで先輩方たくさんいますんでね、僕よりもっと経験のある方がたくさんいらっしゃるんで、その中で質問をしていただけたらもっといい答えが出るのかなと思います。まあ参考になれば幸いなんですけど、ベタの何でも相談室ということで質問いただいた方に、できるだけ分かりやすく答えていきたいと思っていますんで、今後とも質問がある方はコメント欄もしくは夜の9時からベタの何でも相談室ぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。ありがとうございました。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。